こんにちは。こんばんは。はい。そしてタイです。そしてチャンネル行ってみよう。今日はどこじゃ。今は静岡。はい、私たち住んでるのは浜松ですけど、今日は静岡まで。静岡市だ。市だね。新幹線でだいたい20分ぐらい。20分ぐらいですか。まあ、そうだね、30分ですか。それで今、これ何これどういうこと、どういうこと、どういうこと、このチャリ、このチャリどういうこと、通れん通れん、すごい通れんけど、あってんのチャリこんな感じです、街中は。やっぱなんか一応なんかキャバクラ街みたいなお店ですね。そう、夜のお店多いとこ、うん、今日行きたいところはなんていうところ、フランクリン無添加のソーセージを食べさせてくれるお店です、うん、そして無添加とかの自然派のワインを飲ませてくれるお店で、うん、あのワイン好きのサチさんの誕生日月間にぴったしかなと思ってこちらまで静岡まで足を伸ばしていました。でちょっと静岡のね街もねどんなもんかお届けしたいと思ってやってきました。増えたかな、緊急事態も開けたのでね、うん、まあ、まだ今5時なので、そうね、まだ全然。もう今から行くところは青葉おでん横丁っていう静岡おでんのおでん横丁がある通りの方まで行ってみたいと思います。この辺が青葉っていうの。そう、これが一応なんかメインみたいな。はい、だいぶ到着してきました。あれおでん横丁の、この辺おでん横丁だから、この辺だと思うんですけど、ちょっとぐるりとグランプリ。YouTube サシタチャンネル、静岡インしましたよ。あ、青になりました。あ、あの辺、その辺なんだと思うんだよね。あれ、あったあった、これじゃない、これもうなんかソーセージの、これ、まさに本当に、あ、ここじゃん、ここです、私たちが、ここです、静岡で唯一当店だけ手作り無添加世界のソーセージ、あれ化学調味料不使用で、じゃあ、では行ってみよう。サチタイチャンネル行ってみよ。おー、無添加なのって初めてじゃない？知らんけど、無添加って知らんけど、オーガニックってこと？オーガニックってこと？無添加も高い。オーガニックオーガニックワインだよね。オーガニックワインだから、自然の話だから。私たちナチュラリストだから。全然ナチュラリスト、どこがどうナチュラリストなのか、いろんな化学薬品まみれだけど大丈夫。はい、はい、無農薬に乾杯。オーガニックに乾杯。乾杯。今日はフランクリンさんからお届けします。うん、美味しい。あ、美味しい、うん、なんだろう、ぶどうっぽくないんだっけ。え、ぶどうっぽいけど、ほんと？なんか白ワインっぽい。その白くないさ、そのおすすめはソーセージ。あ、そうですね、ソーセージが。で、まあ、これを2種盛りとか3種盛りにするかで、2種盛りで他のやつも頼む。2種盛りにしようか。こっちが前菜とか、まあ、他のメインでしょ。何がいいんだろう。バジランドハーフとかも調理しそう。フランクリン、あ、これ辛いのが嫌だね。あ、ポリメロン。やっぱ一応フランクリン先。これがいい？とりあえずそれ。これとバジルハーブとか。うん、かなんかサイこの辺。
あ、最初からそっちから行く。あ、じゃあそうするか、2と3にしてみる。うん、じゃあ2と3で。2と3、何にしてもらって。はい、なんとなくね、うん、で、前菜。あ、すぐ出てくる。すぐ来るの。あ、お野菜ね。トマト食べたい。トマト、トマト。何、何、何、どこに、どこにトマト？フルーツトマトの完熟。カルパッチョ。あ、それください。へえ、美味しそう。ね。下も禁止。トマトのカルパッチョ。オーガニック、ロセット、ロセット、ロゼット、スプマンテブリュット、どこさんの？イタリア産、スパークリングワイン、自然です。私たちみたいにナチュラリストで添加物しか持ってないけど添加物だけど、すべてが。お誕生日、月間スタートしたんで、言えば、はい、お誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます。月間、月間のスタート。すごい時間かかるのは、その焼くから時間。あ、ただ弱火でゆっくり焼くんですね。ゆっくり弱火で焼いて、え、今日作ってるってこと？いやいや、ちょっと前に作って、でもそんな持たないんですよね、だから保存がね。あ、一応、冷凍であれば、うん、あ、冷凍であれば、まあ、開業してからは1週間ぐらいですね。やっぱそうなんだね。今日、今日も天然なので、あ、数字であるんで焼けちゃうんで。あ、そうかそうかそうか、あの皮ね。皮が。うん、っていうことです。っていう。なんだそれさ。そういう、だから手の暇がかかってる、ソーセージ、食べたいと思います。楽しみ。あ、もし来るんじゃない？来るんじゃない？来るんじゃない？わー、美味しそう。これが2番のサルシッチャと、これが3番のタイのソースサイズで、まあ、2番のサルシッチャレモンを締めていただいて、今日はトムヤムソースなのでお好みですけど。美味しそう。レモン。いざ実食。じゃ行ってきます。真ん中行こうかな。あ、あれ、ハーブか、行こうってことだな。ハーブはもうそのまま食べた方がいいですか？そのままで。あ、そう、そのままでいいですか？そのまま味を楽しく。はい、実食。うん、うん、すごい。あ、ハーブ、うん、ハーブ、うん、うわ、すごいハーブ。なんだっけ、ナイジェリアのハーブ。うん、うん、サルシッチャエル。うん、おいしい。なんか肉、肉肉しい。おいしい。うん、おいしい。亜硝酸ナトリウムとか入ってないよ。何それ。こっちも行ってみます。カレー、カレーもなんかね、いい感じ。レッドカレー&レモングラス、サイフワ。サルシッチャ、サルシッチャってなんか聞いたことある。タイチェンマイの伝統的な調味料、フレッシュタイハーブ、レッド。いいな。いただきます。ん？ん？これは、これはね、このタイのなんかタイ味噌、タイ味噌つけて食べてみます。うん、何があるから全然何もつけなくていいね。うん、美味しい。いい店来た。これ自体にすごい味が
ついてる。うん、もうだからね、普通に食べれるよね、うん、だって結構するもんね、だんこれ1本がね、うん、確かに。そんなあんな変な450円とか、あんなソーセージ食べれないってことよ、要するに。お金出さなきゃちゃんとしたソーセージは食べれないんだよ。みんな結構すごいよね、つけつけよ。その、あのゴルフでね、あの人たち結構みんな見てた、あの回はなんか見てた。やっぱ気になるのはな、あの回は見るな今までそんなことみんな誰も、誰一人会っても言ってないのに、あの回だけはね、見るだろう言ってたよ。でもさ、ちょっとお笑い系だからよくない、ちょっとお色気ムンムンだね、みたいな好きだね、みんな、意外好きだね好きなんだよね、お色気さんが隠れてるのにね。でもさ、いや、タイちゃんのあれは結構なんか、はいあれはやっぱね、神だね結構もうね、何回もやってるからさ、やり方分かってんじゃん。うまいな、うまいよ、あれは。でもみんなこうやってこうやってこうやって見て、こうやってポチッ、こういう感じだ。じゃあ、あれさ、もっともっとズームにしてあげようと思ったんだけど、これも。いや、やばいだろ、それやばいって。ちょっと離れてるところでみんながこうやってズームできんの、こうやってアップにしてあそこだけやってあげようと思ったじゃあスローとかにすればいいんだよ。あーみたいな。あ、そういうのスローとか。スローに。っていう感じで、うちらの今日の話題はこんな感じでした。何これ。チャンネル登録してね。行ってみよう。